エントリーナンバー34番の、池田さんお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、フルネームでお名前をよろしいでしょうか。はい、背番号34番の池田光です。ありがとうございます。はい、年齢は、19歳です。あ、来ました、ピチピチの19歳。先ほどの水野選手が、35歳でベテランだったんですけども、はい、続きまして19歳、なんとピチピチです。じゃあ光さんにちょっと質問なんですけども、はい、特技とか趣味は何ですか。特技と趣味ですか。はい、趣味は映画鑑賞か、映画鑑賞、スマホゲームとか。スマホゲーム、はい、あー最近の子ですね。はい、好きな食べ物。好きな食べ物ですか。はカレーうどん。あ、カレーうどん、はい、カレーうどん、はい、カレーうどんが好き。はい、いっぱい聞いちゃおう、やっぱ若いから。好きな子はいますか。好きな子ですか。はい、好きな子はいますか。まあ、シークレットだ。シークレット、はい、付き合ってる子はいますか。それもシークレット。シークレットか、そうか、シークレットか。じゃあ私が、はい、このグループに入ったらできる、なんか僕だけができる、なんかアピールポイントってありますか。僕だけができるアピールポイントですか。はい、はい、いや逆に何もできないとこですかね。逆に逆に何もできない、逆に何もできないところがアピールポイントだった。はい、あ、そうですね、それもありですね。はい、でも目立たないと。ありがとうございます。はい、じゃあ最後に視聴者の皆さんに一言お願いします。まだこのチームに来て1ヶ月経つか経たないかぐらいなんですけど、早く試合に出て皆さんの前でサッカーを見せれたらと思うので、はい、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。池田選手でした。ありがとうございます。